Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そして。おはようございます。白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者、部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信していきます。今週のゲストは株式会社ラプラス代表取締役社長井上有紀さんです。株式会社ラプラスは、宮城県仙台市に本社を構える、創業150周年を迎える機械工具商社。その商材はネジ1本から産業ロボットまで多岐にわたり、小さな町工場から日本を代表する大企業まで幅広く取引を行い、ものづくりの現場を総合的に支援しています。また自社撮影動画で商品 PR を行ったり、ネット販売に注力するなど、時代のニーズに応えるべく積極的に活動しています。見た目が強烈な井上社長ですが、とても笑顔さやかです。そんな井上社長からどんな話が聞けるんでしょうか。では今日月曜日、株式会社ラプラスの代表井上有紀さんのインタビューから、どんな金言を見つけることができるでしょうか。日本の中小企業についてもいろいろとお伺いしたいんですが、今何かここは足りないんじゃないかな、ここはもっとうまくできるんじゃないかなと思うところはございますか。当然国全体少子化で若者が少ないですから、非常に中小企業、特に若い人材を取りにくい会社が多いですから、やっぱり空気が暗くなっている会社多いんじゃないかなと思います。背景としては多分、学校でそういう教育、要は自分探しを教えているのか、本来やりたいことを探すんじゃなくて、私もそうさせられましたけど、やるべきことを探すような教育をして、少々理不尽なことにも耐えられるような我慢をして、気持ちを奮い立たせて仕事をするっていうようなガッツのある若者が欲しいんですけど、なかなかそういう若者が今上手に採用できてないっていう苦しみ、我が社にもありますし、一般的な中小企業その辺で苦しんでいるところ多いんじゃないかなと思います。それは昔の方がやっぱりそういったガッツのある人がたくさんいたんですか。競い合って戦い合うことを学ばされてきたような気がします。私幼少の頃から見てたアニメだとか、例えばウルトラマンとかマジンガー Z とか、常にライバルを想定してそれに立ち向かっていくみたいなところ、やっぱり私の世代あるんじゃないかと思うんですけども。さて、白鳥さんが今朝選んだ金言とは。やりたいことを探すのではなくて、やるべきことを探す。やりたいことを探すのではなくて、やるべきことを探す。この言葉からどんなことを学びますか。はい、やりたいこととやるべきことが一致しているのが一番理想ですが、なかなかそういったことって難しいと思うんですね。はい、そんな中でやりたいことを貫き通しすぎて苦労してしまう、そういうことが今起きている人はいると思うんですけども、そうではなくて、やるべきことを探す、とてもいいことだと思います。で、私自身リーダーとして意識するべきことは、やはり部下のメンバーに、やるべきことがその人にとってやりたいことになるように、そういったふうに導いていく、そういったことをリーダーとしては頑張っていきたいなというふうに感じました。やるべきことがやりたいことになるっていいですね。そうですよね。やはりそういったきっかけを作るということがリーダーとして必要なのかなというふうに感じます。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き、株式会社ラプラス井上有紀社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なお、この内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。Variable tips. Variable tips. Variable tips.
日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス、5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス、5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そしておはようございます、白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者・部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社ラプラスの代表取締役社長、井上有紀さんです。株式会社ラプラスは宮城県仙台市に本社を構える、創業150周年を迎える機械工具商社です。その商材はネジ1本から産業ロボットまで多岐にわたり、小さな町工場から日本を代表する大企業まで幅広く取引を行い、ものづくりの現場を総合的に支援しています。いつもいろんな意味で明るい井上社長、昨日はやりたいことを探すのではなく、やるべきことを探すという話でしたが、今日はどんな話になるんでしょうか。では今日火曜日、株式会社ラプラスの井上有紀社長のインタビューからどんな金言があるでしょうか。今後の戦略として、今何かお考えのことでお話しできることってありますでしょうか。まあ、今製造業は非常に力を失いつつあって、素晴らしい製品を作って、それを海外の方が買っていただいて、で日本のものの素晴らしさに触れて日本が好きになって、それで日本というのは戦後復興してきたと思うんですけども、かつての輝きを失っているというふうに感じますので、いかにこれから製造業が力を発揮できるような時代が来るかっていうのがキーワードになるかなと思うんですけども、まあ、そもそも日本人っていうのは勤勉な国民で、遊ぶ前に働くべきなんじゃないかなと思いますので、Go to Factory っていうテーマで、ちょっとこの間の日刊工業新聞社さんに記事を書かせていただいたんですけども、優秀な若者、優秀なエンジニアがどんどん製造業を志すようなところを国が支援していったらどうかなと思います。例えば、今コロナで地方の企業っていうのはようやく見直されてますけども、地方に就職しやすくなるように金銭的に国が支援するとか、それから地方の大学を出た学生がその年に就職をすると、少し優遇されるだとか、そういった資源を製造業に人材が向かうように使うというキャンペーンを Go to Factory と名付けてやったらどうかなということを提案しています。日本のものづくりのこれからについて伺いました。さて、白鳥さんが今朝選んだ金言とは。 Go to Factory。 Go to Factory、この言葉からどんなことを学びますか。はい、とてもキャッチーな言葉ですよね。まさに日本ものづくりでこれまで高度経済成長を遂げてきたわけですけども、まあ、やはりものづくりが日本を支えている、あるいは世界を支えている、そういった面があると思いますから、いろんな方がですね、工場に行ってものづくりを楽しむ、そういう楽しむ結果としてみんなの人生も豊かにする、そういった思いが詰まった言葉だなと。 Go to Factory、 とてもいい言葉だなと感じました。井上社長、遊ぶ前に働くっておっしゃってましたけど、全く遊ばないってわけじゃなくて、仕事をしっかりしてから楽しもうよっていうところもいいことですよね。そうですね、今ワークライフバランス非常に言われてますから、ワークもライフもいずれも楽しむ、そういった意味で楽しむ Go to Factory、 そんな風にできればいいかなと思います。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き株式会社ラプラスの井上有紀社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なお、この内容は BayFM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。Variable tips.
日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス5つの金言、アシスタントのドーキンズエリナです。そしておはようございます、白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者・部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社ラプラスの代表取締役社長、井上有紀さんです。株式会社ラプラスは宮城県仙台市に本社を構える創業150周年を迎える機械工具商社です。その商材はネジ1本から産業ロボットまで多岐にわたり、小さな町工場から日本を代表する大企業まで幅広く取引を行い、ものづくりの現場を総合的に支援しています。ものづくりに対して熱い思いを持っている井上社長、昨日は GoTo ファクトリーという言葉でしたが、今日はどんな話になるでしょうか。では今日水曜日、株式会社ラプラスの井上有紀社長のインタビューからどんな金言が飛び出すでしょうか。人材の育成についてはどのようにお考えですか。まあ、今コロナでなかなか直接会えないですけども、まあ、海外に出張も行けませんし県外に出れませんから、勇気を出してこういう時こそ、偉い人にどんどん会うようにということを部下に指導しています。偉い人に会うというのは逆にウェブで会うということですか。ウェブも含めてですけども、はい、今会ってる方よりも一段レベル高い方、偉い方、経営者というところになかなか今までのコロナの前っていうのは会えなかったんですけども、今意外と会社にいらっしゃる方が多いので、そういうところに飛び込んでいく、もしくは、Zoom の営業なんかで挑戦をしてそういう方とコミュニケーションを取ることで、学びもありますし、ビジネスにつながる話も引き出せるんじゃないかということを期待をして、そういう指示をしています。なるほど。立場上の人忙しいから普段はいないけど、コロナだからこそ会えると、そういうことですね。そうです。どんなことを具体的に学んでほしいですか。学校で覚えられないことってたくさんあると思うんですけども、ちょっとしたビジネスマナーですとか言葉の使い方ですとか身だしなみ、仕草、そういったもので一段階上のものを身につけている方と一緒にいるだけで、うちの営業マンたちもレベルが上がりますし、レベルが社員全体上がってくれば会社のレベルも当然上がって、生産性も上がって付加価値も上がってっていうふうになっていくと思いますので、一段階上の仕事をできるような集団に変えていくためには一流の方と接してその辺を学んでいくことが不可欠なんじゃないかなと思ってます。ラプラスではウェブのコミュニケーションツールを以前からよく利用されているとのことでした。さて白鳥さんが今朝選んだ金言とは。偉い人に会うように。偉い人に会うように、この言葉からどんなことを学びますか。そうですね、偉い人というか、立場の違う人から話を聞くことによって新しい考え方、そういったことが学べるというのがあると思います。コロナだからこそ逆にいつも会えない方と、ウェブでも対面でも会って学ぶことによって、今話題の多様性、そういったことが深まることがより豊かな人生につながるのかなというふうに思います。立場が違う方が持っている雰囲気も勉強になるとおっしゃってましたもんね。そうですね、やはり雰囲気、オーラ、そういったものってとっても大事だなと感じますね。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き株式会社ラプラスの井上有紀社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なおこの内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス
5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス5つの金言、アシスタントのドーキンズエリナです。そしておはようございます、白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者・部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社ラプラスの代表取締役社長、井上有紀さんです。株式会社ラプラスは宮城県仙台市に本社を構える創業150周年を迎える機械工具商社です。その商材はネジ1本から産業ロボットまで多岐にわたり、小さな町工場から日本を代表する大企業まで幅広く取引を行い、ものづくりの現場を総合的に支援しています。普段であれば世界中を飛び回っている井上さん、昨日は偉い人に会うようにという言葉をいただきましたが、本日はどんな話を聞けるんでしょうか。では今日木曜日、株式会社ラプラスの井上有紀社長のインタビューからどんな金言を見つけることができるでしょうか。さあではここからはちょっとお仕事のことと離れますが、プライベートについてもぜひ教えていただきたいんですが、ステレオの機械を充実させまして、スピーカーを全部で11台つけるようなシステムを家に導入したんですね。かなり本格的ですね。そうですね。でプレイステーション4のコンテンツで対馬っていうゲーム確かにハマりまして、やることが明確になっていて、次に何をすればいいかっていうのは分かりやすく整理されていて、どの段階まで至ってるかっていうのも分かりやすくなっていて、それから次のステージに行くための条件だとか、そういったものが数値化されていて見える化されているっていうところで、非常にこれ中小企業なんかのですね、人事効果だとか昇給昇格のところで使えるんじゃないかと思いまして、うちの執行役員以上全員に1時間以上プレイすることっていうのを必須化させたんですけども、まあそれをやってみてハマっていくっていうのはやっぱ面白いからハマっていくと思うので、うちの社員たちも面白くて仕事にハマっていくように、その仕組みっていうのを学んで身につけてほしいということを要求して、少しずつ理解ができたんじゃないかなと思ってます。ゲームを通じて管理者としての素質を育てていくと、その時代時代で流行ってるゲーム違いますけども、自分たちの時代にいて必要だと思って本能的にやってる部分あると思うんですね。どうやったらレベルアップできるかというロールプレイングのところ多分同じだと思いますので、そういった仕組みっていうのを参考にして今作ってるところです。ゲームについてお話をお伺いしました。さて白鳥さんが今朝選んだ金言とは。ゲームの面白さからその仕組みを学ぶ。ゲームの面白さからその仕組みを学ぶ、この言葉からどんなことを学びますか。はい、やることが明確だからこそ、次にやろう、こういうことやってみたい、そしてこれができればこんなことができるようになる、そういったことがワクワクにつながるという話でしたけども、本当その通りだと思います。それぞれの人が自律的に動くというきっかけを作る上でも、道筋、そこを見せることとても大事だなと感じました。ゲームってもちろん娯楽としての側面もありますけれど、経営者として育っていくことに対する影響っていうのもあるんですね。そうですね、ゲームに限らずどんなところにもいろんなヒントがある、そんなことなんじゃないかなと思います。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き株式会社ラプラスの井上有紀社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なおこの内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス5つの金言。
日刊工業新聞社プレゼンツバリアブルティップス5つの金言、アシスタントのドーキンズエリナです。そしておはようございます、白鳥製薬の白鳥さとしです。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者・部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社ラプラスの代表取締役社長、井上有紀さんです。株式会社ラプラスは宮城県仙台市に本社を構える、創業150周年を迎える機械工具商社です。その商材はネジ1本から産業ロボットまで多岐にわたり、小さな町工場から日本を代表する大企業まで幅広く取引を行い、ものづくりの現場を総合的に支援しています。昨日はゲームの面白さからその仕組みを学ぶという言葉でしたが、今日はどんな話になるんでしょうか。では最終日の金曜日、株式会社ラプラスの井上有紀社長のインタビューからどんな金言を探し当てることができるでしょうか。多趣味と伺いましたが、どんなことを普段プライベートでされてるんですか。はい、去年結構頑張ったのは、バイクのツーリングキャンプと、それから地元仙台にはサーキットありますので、フレッシュマンのライセンスを取って、あのサーキットのロードレースの活動、ここ最近はあのドローンを使っての撮影っていうのにハマってまして、国土交通省の許可をいただいて、そういうコンテンツの今撮影もやってますし、あとはもともと山登りやってましたので、キャンプで遊ぶことが増えてきました。本当にいろんなことをされてるんですね。社長としてこうバリバリ働かれる中で、プライベートもしっかり充実させるということはどんなことにつながりますかね。私どもの仕事、特にトップ同士の会談ですとかコミュニケーションというのは、仕事の話というよりは、趣味の話であったりとか、仕事以外の経験のところでいろんな引き出しを持ってた方がお客さんとコミュニケーションを取りやすいっていう成功体験がありますので、どんなお客さんとどんな話題があってもある程度のリターンができるんじゃないかなということで、いろんなことを経験してきたんですけども、それがまあある程度お客さんの商談の中とか、初めて会った時のガードを崩していく作業の時に、そういった経験が役に立ってきたなという思いはあります。井上社長の趣味についていろいろとお伺いしました。さて、白鳥さんが今朝選んだ金言とは。多趣味は相手のガードを崩すときに役に立つ。多趣味は相手のガードを崩すときに役に立つ。この言葉からどんなことを学びますか。はい、やはりですね、話の話題が豊富、それって非常に盛り上がる、あるいは関係を構築する上で大事なことだと思います。今日本同士のトップでもそうですけども、特にグローバルのトップの方とお話をするような時には、どちらかといえば政治の話や宗教の話、そういったこともタブーにせず話題にされることって非常に多いんですね。また趣味や文化を知っていると相手のこともより深く理解できますしね、とても大事だと思います。さあ、今週は株式会社ラプラス井上有紀社長の言葉の中から、やりたいことを探すのではなく、やるべきことを探す、Go to Factory、 偉い人と会うように、ゲームの面白さからその仕組みを学ぶ、多趣味は相手のガードを崩すときに役に立つ、という5つの金言をいただきました。なお、この内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。